はい、皆さんおはようございます。せんちゃんです。今日はですね、茅ヶ崎みなみちゃんとコラボツーリングをしたいと思います。今回は茅ヶみなちゃんが静岡まで来てくれたということで、沼津から伊豆にかけて一緒に走りたいと思います。ではまず待ち合わせ場所まで向かいます。ここですね。ではここで待ちます。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、茅ヶみなちゃんと合流しました。はじめまして。はじめまして。そうだった。はじめまして。自己紹介をじゃあお願いします。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてね、ちょっとバイクを見せていただきたいんですけど、こちらのバイクは何ですかね。 GPX レジェンド250ツインツーです。おー、珍しいバイクですよね。初めて見た。タイのバイクで。あ、タイなんですね。他の方走っていない。うん、初めて見ましたよ、本当に。すごい。おー、250ツインマーク2。かっこいい。あ、すごい。ここに GPX って書いてあるんだ。すごい。かっこいい。お気に入り。今日はこの2台で走っていきまーす。それでは今日は伊豆を2人で走っていきまーす。行ってきます。行ってきます。いいね、ヘルメットとめっちゃ似合ってる。あ、本当？ありがとう。じゃあ出発します。はい、行くぞ。思うんだけどさ、ここに住んでるのめっちゃ羨ましい。そうそう、結構言われる。それすぐ行ったもんね。元風呂側としては結構やりやすいというか、どこ走っても絵になるっていうのは最高すぎる。マジで自然豊かだから最高。後ろから見て、忍者めっちゃかっこいいんだけど。本当？かっこいい？かっこいい。いいなー。じゃあ嬉しい。顔がかっこよくて買っちゃったんだよね。かっこいいよ、めっちゃかっこいいよ。すごいイケメンなのよ。結構ツーリングとか行くの？あのね、だいたい週末にツーリング行く。いつもはね、だいたいお父さんと走ってるんだ。あー、そっか。ちがみなちゃんもさ、親子ツーリングしてなかった？この前行った。そうだよね、なんか動画で見たなと思って。兄弟とかは？兄弟はね、3人兄弟で、私が長女。あ、そうなんだ。私は長女なんだけど。何人兄弟？私は4人兄弟。すごい、4人もいるんだ。4人兄弟の長女なんだね。そうなの。こっからね、海がすごい見えます。伊豆はさ、山と海の景色がいいね。そうそう、2つ見れるからいいよね。でも今日富士山が見えないんだよな。ほら、富士山どこ行った？毎回見えないんだけどね、私走るといつも。淡島ですね。海沿いいいね。気持ちいい。伊豆好きだわ。伊豆はね、本当におすすめだよね。めっちゃ海近い。すぐそこが水面って感じで、こことかちょうどいい。ここ、あ、いい、めっちゃいい。めっちゃ気持ちいい。やば。ごめん、急になんか細くなっちゃった道が。めっちゃ細くなってた。大丈夫か。すごいね。こんな道だったかなとちょっとね。でも海沿いの道だからね、一歩しかないはずなのよ。ちょっと大丈夫。あ、これじゃない？これじゃん。到着だー。到着。到着。到着しました。きらめきの丘到着しました。イエーイ。いや、富士山ね、ちょっと見えないんですけど、めっちゃ景色がいいですね。あそこにね、富士山がある。心の綺麗な人だけ見える、そんな富士山。うわー、でも悔しいな。あ、出発しまーす。よーし、行くぞー。イエーイ、再スタート。じゃあ次はお昼ご飯スポットの山屋さんに行きたいなと思います。めちゃくちゃお腹空いたよ。お腹空いてきたね。ちょうどいいかもね。ちょうどいい。やめちまった。よかったね。それは富士山が見えればもっとよかったよね。確かに。雨が降らなくてよかったよね。あ、ほんとそれ ね。気持ちいいカーブが続いてるね。それぐらいがちょうどいいよね。うん。ちがみなちゃんのイメージとして、キャンプのイメージも結構強くあるんだよね。うん、でもね、結構キャンプ動画も出してるかも。そうだよね。私多分一番最初に見た動画が、ゆるキャンっぽいやつ。あー、ポワンかな。あ、多分そうだ、そうそうだ、そうそう。あ、正解正解。うんうん。やっぱね、その映像がさ、すごい綺麗っていうのが、感動したというか。いやー、めちゃめちゃ嬉しい。ありがとう。うん、本当にすごいよ。山屋さんは、タイが有名なんだっけ？タイ丼が有名で、
だ。下り。来ました。頑張れ。そう、忍者乗りやすい？忍者ね、乗りやすい。あ、本当。うん、なんか忍者いいね。意外にもね、足つきいいなと思う。あ、そうなんだ。全然前傾じゃない。あ、うちのお父さんが CBR のセンス WR に乗ってるんだけど、うんうんうん、やっぱね、あれは前傾が尋常じゃないね。比べたら忍者は全然前傾じゃないから、うん、乗りやすいと思う。あ、そうなんだ。ちなみにちゃんのバイクはどんな感じ？私のバイク結構ね、破天荒だね。あ、破天荒なんだ。そう、最初中型バイク初はこのバイクなんだけど、うんうんうん、初心者向きではなかったかもしれない。あ、そうなんだ。そう、でも好きな人は本当好きになるバイクだと思う。どんな感じ？意外と乗り心地は若干ちょっとスポーティーな感じなんだけど。あ、そうなんだね。そう、のことこバイクではない。あー、気持ちいい。すごいサーブを楽しんでる。あ、これはすごい。あら、すごいすごいすごい。あ、すごいすごい。あ、ところどころ陥没してるね。ねえ。あ、海近い。海近いよ。海近い。すごい海感じる。ねえ。ミラー越しに見えるセンちゃんがかっこいい。見える。見える見える。やっぱ富士山見えないね。見えないね。ないね。あ、でも海がね、見れて大満足だよ。あ、よかったよ。気を抜くとこれだよ。これが自然だね。 あれ、もうそろそろ着くかな。あ、着くかな。着くか。左側がね、結構大きい駐車場になってるから。あ、ほんと。うん、わかりやすいかも。あ、やばい、海が近いですね。来たよ。あ、すごい、近いね。あ、海になりたいわ。あ、わかる。そろそろなんじゃないかなとか。うん、なんかほんとに気がしてきたぞ。ね、そんな気がしてきたな。うん、あ、これちょっと待って、通り過ぎたわ。あ、ここから入れる。ピンポイントで、じゃあ右止めようか。はい、一番行こうかな。一番じゃない、7番でしょ。オッケー、7番。7番、7番。よし、オッケー。着いた。着いた。はい、山屋さんに到着しました。着きました。ここまでちょっとなかなか長かったけど。地味に。やっと、探検できました。はい。じゃあご飯を食べに行ってきまーす。行ってきまーす。海丼が来ました。この卵がすごいんだよね。美味しそう、卵ね、うん、濃厚な卵。というわけで、山屋さんの海丼が到着しました。めっちゃ美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しそうなんだけど。たくさん入ってる。のせました。いただきます。でもね、うまっ。タイ大好きなんだよ。あ、そうなの。よかった。タイ美味しいよね。美味しい、うん、沼津に来たら海鮮を食べてもらいたいね。よし、OK。すげえ、私おまわりしてる。